かき氷どれにしよっかな。夏だしパイナップル味、キウイ味も気になるな。どれも美味しそう。トレーナーさん、私もうちょっと近くでメニュー見てくるね。せっかくの夏合宿なのに、土土土、私ずっと土ばっかり。トレーナーさん、ただいま。今日はウキウキハワイアンブルー味にするよ。どうしよう。大変なんだ。休憩時間を過ぎても担当の子が戻らなくて、しかも連絡もつかないみたいなの。もうすぐこの辺りは真っ暗になってしまうわ。そしたら迷子になるかもしれない。そんな、じゃあ急いで探さないとね、トレーナーさん。そうね、慌てていてもしょうがないわ。手分けして探しましょう。担当の子が行きそうな場所を教えてくれる？ありがとう。まずは、さっきの浜辺の反対側だね。あんまり人はいないけど、ちょっとお散歩するつもりでも遠くまで行っちゃうことってよくあるし、よーし、ここって決まった以上全力で探さなきゃね。ファルコは遠くの方を見てくるよ。砂浜走るの得意だから。それともあっち？勢いで来ちゃったから全然わかんないや。でもやるって決めたことは全力で頑張りたいから、全力全開フルパワー、ファルコー、おー！え、ファルコさん、なんでこんな場所走って？どうだ、こっちは。ビーチの方はかなり探したんだが、まだ見つからなくて。そうか、くそ、あとはどこを探したら。お待たせー。あなたのハートにカムバック。逃げてもちゃんと捕まえて。最強ウマドルースマートファルコンです。やだな、トレーナーさん、そこはファルコって呼ばなきゃダメダメ。ごめんね、心配かけちゃって。全力でって思ったらついつい走り出しちゃった。着替えたら夜になっちゃったか。もうちょっとトレーニングしようと思ってたんだけどな。ファルコさん、あの、うわっ、なになにって、あれ、あなたは。はい、以前一緒に旗を振りました。ダート適正なのも同じで、私ずっと受け入れられなかったんです、自分の適正を。でも今日ファルコさんを見て、初めて悪くないかもって。砂の上を走るファルコさん、とってもキラキラしてたので。
キラキラした瞳だったね。あんな瞳でファルコのこと見てくれるなんて。ファンが増えちゃったかな。やってる人は全力でパフォーマンスするから輝いてて、見てる人は輝きをもらえるんだと思う。すっごく素敵なことだよね。ファルコも誰かをキラキラにさせてあげられたらいいな。全力でぶつかればやっぱり方法なんて関係ないんだよ。よし、それじゃあファン第2号誕生を記念して、とびきりラブリーキュートな笑顔で登場、最強ウマダルスマートファルコンです。で、どれ